高層建築物は一定の高さ以上の建築物の区分。定義は各国の法制度や統計ごとに異なる。一定の空間を持つものは高層ビルとも言う。高層建築物の建設には莫大な富と労働、高度な技術を必要とし、時の犠牲者が自らの権力の大きさを誇示するために用いてきた。また、かつては主に宗教的権威の象徴として、 キリスト教のゴシック大聖堂や仏教の仏塔などが建設された。16世紀の宗教改革以降、ヨーロッパでは国家の威信をかけた記念碑的な構想建築が進められた。19世紀末になると資本主義経済の発展によって企業が構想オフィスビル等を建設するようになり、構想建築物の世俗化、大衆化が進んだ。高層建築物は国家間、都市間、 都市内での競争の手段だったこともある。中世ヨーロッパでは各都市で大聖堂の戦闘や首脳などの建築競争が見られた。経済面では高層建築物は土地から得られる利益を最大化するための方法とされ、特にマンハッタン、香港、シンガポールなど利用できる土地に限りのある地域では有効活用された。 建物の高層化によって利益を上げることは古くから行われ古代ローマのインスラのように投資対象になったものもある。しかし土地利用の観点で高層建築物が本格的に利用されるようになったのは19世紀末のことであり代表的なものにニューヨークやシカゴなどの都市に見られる摩天楼がある。景観面では広範な場所から見える。 高層建築物は都市のランドマークであり重要な景観要素となっている。高層建築物は高さによって建築物を区分する際の一区分であるが具体的にどの範囲の高さの建築物を指すかについては種々の定義がある。制度上、中層建築物の定義がある場合はそれを超える高さを有する建築物を指し、超高層建築物の定義がある場合は、 中層と超高層の間の高さを有する建築物を指す。主要な定義には以下のものがある。都市計画法施行令では、一団地の住宅施設の都市計画については、住宅の低層、中層または高層別の予定個数を定めることとされており、実務上、低層は1から2回、中層は3から5回、高層は6回以上とされている。 建設省が1995年に策定した長寿社会対応住宅設計指針においても、6階以上の高層住宅にはエレベーターを設置するとともに、できる限り3から5階の中層住宅等にもエレベーターを設けると規定されており、6階以上が高層住宅とされている。指針であるので、法的拘束力はないが、条例等策定の根拠となっている。 消防法、電波法では、高層建築物を高さ31メートルを超える建築物と定義している。この高さを超えると非常用エレベーターの設置義務が発生する建築基準法では、高層建築物についての定義はない。ただし、高さ60メートルを境にして建築物の構造体力について異なる基準を定めているため、高さ60メートルを超える 建築物が超高層建築物であると解釈する場合がある。この場合には、高層建築物の上限は高さ60メートルであると考えることができる。ただし、超高層建築物はより高い建築物として定義されることもある。地方公共団体では条例などによって、高層の定義をそれぞれ決めていることもある。出雲大社の本殿は社殿によると、 初期創建当時には32条の高さであったという。その後、16条の高さにされ、11世紀から13世紀の間に11回倒壊したと伝えられている。法隆寺の50棟も約1500年ほど前に建てられた高層建築物である。東大寺の東棟、斉藤は共に70メートル以上の高さの70棟であったとされる。 平安時代の1083年に建立された、保章寺の八角九十塔は、約81メートルの高さであったと推定されている。足利義満により建立が進められた、京都小国寺の八角七十塔は、高さ360尺あったとされる。1399年に完成した、この塔は、1403年、落雷によって消失し、極めて短命であった。この後、 吉光は1404年、金閣寺付近に再び70棟である北山王棟を建設。こちらも小国寺の王棟に匹敵する高さであったと見られている。明治23年に建てられた高さ52メートルの浅草の両雲閣が日本で最初の西洋式構想建築といえる。大阪にも明治21年に何枠に建てられた高さ31メートルの長望閣。 明治22年に北区に建てられた高さ39メートルの両運閣があり、北の9階、南の5階と呼ばれた。中国の新築住宅の統計では、1から3階を低層、4から6階を中低層、7から9階を中高層、10階以上を高層に区分している。マンションやホテル、オフィスビルなど10階建て以上の建築物では、建築設備上の要求から、 中間階に空調設備やエレベータ設備のための機械室が設けられることがある。このような場合、通常の利用者はその木橋で乗降する必要はないので、旅客用エレベータは停止せずに素通りし、その木橋の表示もしていないケースが多い。このように、 実際には存在していても一般には利用されずにエレベーターの行き先にも表示されない木材橋のことをゴーストフロアと呼ぶことがある。特に13という数字は世界的に見ても縁起の悪い数字であり、また13階は中間外機械室を設けるのに適した高さでもあることからこのような機械設備を13階に設け通常の利用者が13階を利用しないようにする。 ことも多い。この場合には、エレベーターの行き先にも、13階という表示がない、ことになる。例として、大宮ソニックシティビル、大阪駅前第3ビル、世界貿易センタービルなどがある。ありがとうございます。